初めてね、バックトゥザフューチャー見たのが2歳の頃でさ、で自分の名前のレオキっていう名前よりも先にデロリアンっていう名前を覚えたし、公園だったり親戚の家遊びに行く時もバックトゥザフューチャーの VHS を脇に抱えて行ってたっていう風に、自分の小さい頃のバックトゥザフューチャーと過ごした時間っていうのをなんか思い出してる。ハリウッドに来ること自体が初めてだから、ロバート・ゼメキスの手形が見つかってよかったね。見えない力をもらったような気がします。手動靴紐。いやー、神秘は完全だ。これは上がるね。なんか このピックアップトラックはあれだね、ドライブスルーでここで注文してこう出てきて、でマーティーとちょうどいいタイミングで鉢合わせして、この作ったんだろうな、これすごいね。いやーすげえ。これね、この丸いの、これこの反射板もずっとあるよね。いや自分のデロリアンを買ってから座ろうかなと思ったけど、この際手逆かな、俺手逆だな、すごい。いざ自分が乗るってなると分かんなくなっちゃう。でも思ったよりちっちゃいよね。
こマーティが転げ落ちたとこでしょう。フレームアウトしちゃったマジで面白いじゃんフレームアウト。ここにバックトゥザフューチャーのロゴがあって、うん、見える？これあ、本当だ。で、あそこの奥にホバーボードもある。マジだ。来た来た来た。うわ、すごいね。来た来た。ここだぜ、まさに、うん、昼バレ高校。いや、でも本当学校ぐるみでこういう風にさ、ね、バックトゥザフューチャーの歴史をね、こう教えてるわけだから。そうだね、うん、絶対授業とか見せてる。なんかもうその入学する時の入学説明会とかでさ、流してたんです、日数を。いいね、いい高校だ。アメリカ中ハウスカートマシンパーキングプロジェクト。おー。いや、ウィズ。マーティがジョージの部屋に入って、あのバルカン星から来たダース・ベイダーだって言うんだけど、でその未公開シーンで確かドクがここに車止めてて、あそこの1階のなんだろうテラスっていうのをこの上に木のさこう線路の枕木みたいにこう並んでるとこなんだけど、マーティそこの上をこう伝ってって上に侵入するんだよね。そう、ジョージの家がここなんだけど、ロレインの家が一軒挟んであの隣の家なんだよ。ここだね、ロレインの家。あそこの2階の窓がロレインの部屋だ。で今みんなが集まってるあそこの木がまさにジョージの家だ。誰の家？いや、いけない、いけない。マジ登れる？来た。いや、これ見えるぞ。いや、ジョージよく登ったな、これ。すげえ。うわ。あ、うわ。いや、ザックザク。ギャンブルハウス。ノックしたらドク出てくるかもしれないね。やべえ、残ってる。まんま残ってる。中どうなってんだろうね。木造のガレージだから簡易的な作りなのかなって思ったけど、まあ、簡易的な作りっていうか
でも思ったよりすごい重厚にできてる。今15時27分あと1時間2分。え、もうすぐじゃん、右すぐじゃん、左、すぐじゃん。そうっぽくない？え、あれマーティの家じゃん。え？マーティの家じゃん。おー、マーティの家。プリーズステイオブだって。そうだよな。ああ、マーティの家だ。やべえ。今からファンの人たちが反対側の歩道に集まって、4時29分ちょうどに目の前をデロリアンが走る。そうです。未来に戻ろう。時刻は29分。ずっと見てきた未来が過ぎちゃったから。でもドクがあのパート3のクライマックスで、未来は誰の未来も白紙なんだって言う、未来は自分で気づくものなんだって言うんだけど、マーティーたちに話してるように言ってるけれども、もう今度これからは、まあ、ファンのみんなも含めて、まあ、そのバックトゥザフューチャーを愛してきた人を、まあ、そのバックトゥザフューチャーを見てきた人たちに対してのメッセージだったような気がするんだよね。Okay, fair enough. Yeah, right on. The soccer's cool too.
みんな一人一人が主人公なんだと思う。